セバスティアン・ロマンテ・ディアレルは、フランス・リス・オラン出身のコートジボワール代表サッカー、選手、アイアックス・アムステルダム所属。ポジションは FW。性は、アレル、アレとも表記される。アージオ・セールのユースチームで育ち、2011フィ f ファー -17、ワールドカップ期間中の2011年6月に、プロ契約を結んだ。 2012から13シーズンにトップチームに昇格し、2012年7月に行われたリーグズのニームオリンピック戦で公式戦デビュー。しかしベルナール・カズオに監督との折り合いが悪くたクラブへの移籍を希望した。2014年12月、エール・リビジの FC ユトレヒトにシーズン終了までレンタル移籍することが発表された。加入後半年間で17試合11得点を 記録する活躍を見せ、シーズン終了後に、ユトレヒトへ完全一席。またサポーター投票で、チームのベストプレーヤーに選出された。翌2015から16シーズンには、エリック・テンハフ監督のもと、得点ランキング5位台となる17得点を、上げクラブのリーグ5位躍進に貢献した。2017年5月、アイントラハとフランクフルトに移籍。契約は4年。 加入者年度でエースストライカーとしてリーグ戦9ゴールを挙げ DFB ポカールでも4得点を記録しクラブの UEFA ヨーロッパリーグ出場権獲得に貢献。翌シーズンは新加入のルカヨビッチやアンテレビッチらと共に強力な攻撃陣を形成しリーグ戦15得点を挙げ2年連続の L 出場権獲得を達成した。2019年7月15日 プレミアリーグのウエストハムユナイテッド FC とクラブ間合意に至ったことが発表された。ロンドンでのメディカルチェックを経て、同月17日にウエストハムと5年契約を結び、移籍金4500万ポンドはクラブレコードとなった。しかしデイビッド・モイーズ監督の下で、リーグ1048試合に出場したものの、10得点と安定的な成績を収めることはできなかった。 2021年1月8日、アヤックス・アムステルダムへ加入し、エール・ディビジに復帰。一石金は2250万ユーロで4年半の契約を締結し、かつての指揮官であるテンハフと再会した。2021年9月15日、欧州 CL、GL 第2節のスポルティング戦では、大会史上2人目となる CL 初出場で4得点を決めた。 続く9月28日、GL 第2節のベシクタシュ JK 戦では、CL デビューから、史上初となる2試合で5得点を決めた。2011FIFAU-17 ワールドカップに参加した。なお、母親がコートジボワール出身のため、コートジボワール代表を選択する権利も有している。2020年11月12日に行われた。 アフリカネーションズカップ予選のマダガスカル代表戦で、コートジボワール代表デビューを果たし、代表初得点も記録した。ありがとうございます。